はい、こんにちは。ゲームイズ、ナダオです。はい、皆さん、こんにちは、シラです。というわけで、マダオがね、神化しましたんで、今回はまあ、光属性のダメオクエストをジャックに来ておりますよと。ひでえな。すごいな、4体だと絵が。マジひでえな、これ。反射バランス破刃。ダビリティが初のダンボールバリアとレーザーストップ持っております。で、ゲージショットでアンチダメージオール。で、先生が大号令ですね。24ターン。マジでもこれマジシュールだな、ほんと。で、友情コンボがエナジーサークル M と、十字レーザー S、はい。どちらも闇属性になっております。ダンボールバリアの耐久値が、150から200ぐらいしかないらしくて。だから多分攻撃受けたら終わりみたいな感じらしいよ。これ。すごいね。そうだから最初ダンボールバリアって言われた時に、ヒットポイント依存じゃ結構バリア系って、間違いない。まあ、そういう感じで結構やってくれるのかなみたいな思ってたけど、そうですね、この限定でしたね。しかもこいつ開くじゃん、アビリティ詳細のところ開くと略称ダンボールって書いてあるんですよね。嘘。うん、あのトップ画面のところで。マジだ。てかそうなんだ。あ、だから、あ、そうだよ、そうだ。これエナソ強いじゃん。錯覚しないんですよ、エナソタイム一応。この時代の降臨ではかなり多分、ね、強かったと思うんですけど、でも回ってるのはすごいね、演出としてね。すごいですよね、うん、すごい速攻なくなりますよね、大概。だ、開幕さ、開幕系のところだったらちょっとまだまだお遊びできそうな気がする。あ、でも、うん、1回は耐えれるんね、うん、そう、1回は耐えれるから、1発だったから3回みたいな、近畿3みたいな、ああいうのは無理なんだよね、うん、あのプラスダメージが、あれ3発分とかだもんね、アビリが1回目で壊れちゃって、その後ね、まあ神化だったかね、うん、そうなんだよね、神化なんです。神化実装とか久々じゃないですか、だね、神化実装っつって、まあ、まあなんかでもそもそもね、神化するとも言われてませんでしたから、なんか言われてたけど、うん、結局来ないだろうっていうふうになってて、うん、これこういうことになったっていうのはすごいことだと思いますけど、これマジすげえな、ダンボールバリア。原作とかじゃないもんね、普通にアニメの方でこうなってて、うんうんうん、コラボアニメの再現だよね、うん、あれがフラグだったってことだもんね。そうだよね、まあ、ルシファーのほんと真似っていうか、うん、そうだよね。だからなんか来るって言ってた人は、うん、そのなんか元最長ちゃんとした職員についてたじゃないですか、うん、でそっちバージョンになるんじゃないかみたいな、ちゃんとした入国管理局長でしたっけ、長谷川さんで来るんじゃないかみたいな、なんかなってたけど、うん、マジでマダオでしたね、ただの。今マダオの意味が変わったんだよね。なんだっけ、まるで、まさに打天使なおっさんみたいな。打天使 が D になったんだね。多分そう、確かに D になったんだ。確かに、あー、確かに、まさに打天使のおじさん、おっさんか。 SS ボイスで言うんだよね、ボイスは。相変わらずいいからさ、すごいな、ねえ、ほんとボイスを、うん、壊れ方マジさ、超リアルじゃない。なんかもうちょっとの衝撃で壊れましたみたいな感じが、うん、すごいね、シュッて消えていく感じじゃないからね、バゴーンっつってぶっ壊されてる感じだね。レザーストアルありますよと忘れてた。もうゲージダメなんだよね、こいつ生意気に。強いじゃん、これね。枠としてはまあやっぱ今の時代にはついていけないかもしれない。絶対ないと思うよ、枠として。真面目な話をするならね。でもこれなんかマルチとかで来たらちょっとフフってなりそう、ね、なるね、うん、まあネタ枠としては申し分、うん、なんかそのしかもギリギリ使えるっていう部分もあるからね。ネタ枠にしては使える部分もあると思うから。あ、そうだね。なんか今までみたいに使いたいさ、モーグリとかさ、うん、ああいうのよりははるかになんか性能は高いですよね。今までやっぱ配布で、うん、配布ですよ、あくまでもなんか配布ですよみたいな感じで、性能があから、うん、マジで伴ってなかった。まあ2ベルクとか強かったかもしれないけど、まあそもそも星5だったもんね。そうね、うん、これ星6になってた、ね、ちゃんと6になったからな。そう、確かに運極にできるのは、そう、運極ができちゃったから、うん、でもろいな、本当に。HP 低い。なんか実用性はないんだけど、ね、そうね、確かに普通ちょっと低かった ね、 低いね、全体的に。これ使ってもビビるけどね、普通に。だって俺発表された時ダブルエナジーサークルとかやったからね。やばいよね、やったらね。運極になるの忘れてたわ、普通に。
これでダブル確かにもらってたな。だけどでも、ルパン的な感じでは良かったかもね。あー、偉さは1個偉さも、あのね、サブも偉さで、ルパンみたいな感じはあったかもしれない。それでダブル言ってみたいな。それからもうサブ威力でいいから、うん、ダブル偉さみたいな、うんうん、で他ちょっともっと弱くしていいからみたいな。はいはいはい。まあでもルシファーの性能ちょっと引き継いで、やっぱりそうだね、うん、でもこれ強かったらね、原作、それこそ原作再現でマダコじゃなくなっちゃうから。いやそれ、うん、それこそそんなね、集めやすくていいのってなっちゃうから、ね、なっちゃう。え、でも案外めんどくさかったっすよ。あ、マジ集め直しましたけど。あ、直すとね、意識するとめんどくさいよね、はい、意外とあのコラボキャラ入れるのがめんどくさい。あ、相当楽して回ったから、うん、打ちたいから普通にザコ処理しますね、うん、自分と。この点差ね。一掃されましたけど、ダンボール。いきます。横で動かす感じ。サジト、大号令。お気づきいただけただろうか。これね、味方がほぼ動かないんですよ。自身の攻撃率 1.2 倍、味方当倍で 1.2 倍?自身は自身は 1.2 倍当たんねー。まあなんかね、リプとかでもね、そう、号令で動かなかったら面白いですね、来てたけど、そうなったね、うん、負けちゃう負けちゃう、うん、すごいね。じゃあそのユーザーさんの、ね、なんか予想というかさ、こうなったら面白いよねみたいなとこちゃんと再現してるんですよ。うん、銀玉マジ毎回力入ってんの、そう考えると。これ打たない方が強くね。いや、ほんとそう。いや、なんか誘導出んの、動かなくて一発がでかいのかなと思ったら当倍だったっていうのもね。あ、なるほどね。そうそう、なんかそういうのかなと思ったんですよ。近距離で、そう、近距離で。あ、誘導出んだの、一回弱すぎやろマジで。いや、これひどいっすね。これだったね、やっぱり。まあそれそうだよね、普通の大号令当たるわけないよね。そしたらね、確かに、まあ、うん、まだあと、そうね、 SS がすげえまともな大号令だったらマジで上手くなるもんね。うん、普通に枠として。そうだよね、まあ櫛ほどじゃないけど、ダメをね、大号令打てるんだったら。待って、ここ割れた。シールド硬っ。痛い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 。オッケー、すげえきつかったなジャックぐらいってことが感じしましたね限界はジャック。こうなるとどっかイザナギ。あー、でもダメオの、うん、これアジンかな、侍じゃないの、こいつ、ね、アジン。そうだよね、試しに。だって、うん、座敷わらしいってボコられたもん。でそうね、だからイザナギもボコられますよね普通に。あ、そう、あ、そうだ、ニステでやばいね。でもこれは普通にネタ枠に振っていいキャラだったから面白かったですね、見てて。イザナギ会か、うん、イザナギ会はいけるね。ナギ会ね。はい、こちら、うん、板天使のおっさん、まさになんか、まさに板天使のおっさん、肌の色これひどいよな、マジで。マジひどい、ダンボールっすもんね、うん、このメガネの周りにタバコつける意味あるのタバコだよね、これタバコなの、多分。そうじゃない、あ、違うか、これタバコじゃないっぽい。タバコだったらすげえセンスあるタバコじゃないかも。これなんかアニメ見た時に、なんでそのタバコつけてんだろうと思ったんだけど、吸ってたじゃん、タバコ。私来た時も、これ何なんだ、これタバコなんじゃないの。ちょっと今アニメ見てみる、確かに気になるね、うん、そう言われたらちょっと気になる。なんか割り箸かなんかでつけてんのかな。これつける意味はないよね、でもとりあえずね、とりあえずつけとく感やばいよね、これ。確かに、でもタバコだと思ってたけど、うん、違うのか。ルシにこういうのあんのかな。ないよね、別にないよね。まあ、ルシでもなんか角みたいのがあるからさ。なんだこれ。あ、タバコや。あ、タバコ？じゃない？だって持ち手みたいな。あ、タバコっぽいよね。ね。タバコっぽいよね。確かに。ぽいぽい。タバコっぽいわ。バカじゃんじゃあ。しかも今アニメよく見た差し込み口みたいなちゃんと。そうそう、ちゃんとそう。ちゃんとこれ用にそこの着脱のところは作ってあったっ。じゃあこういくんだね。こう行くんだね。タバコっぽかったけどね、すごい。はい、というわけなんで、まあこいつマダオがね、神化して一応まあ運極できるんで、はい、あ、お尻ください。あとだ、そう、略称がね、ちゃんとレザストとか。ほんとだ、ダンボールに、うん、
やばいね、シュールだよね、言ってることが。どうでもいい。うん、どうでもいい。あれかってこれまで短縮名称って書いてあったっけ？ありました、ありました。あ、そうなの？ベザストとかも、はい、初めて知ったんだけど。短縮名称。全然そこ見てなかった。あ、そうなんだ。なんかさ、武士とかちょっと見てみよう。SS 短縮とか SS チャージみたいなのあるじゃないですか。うん、ああいうのはなんか、武士でも短縮名称バリアじゃないですか、普通に。バリアになってんだ。あ、バリアはもう、あ、短いのはもうないんだね。短縮性がないから。アビリティのところに書ききれなくてなんか書いてある系の、うん、あれですね、そうなんだ。多分ね。だから、今後間に合わなくなったら、レーザーストップもレーザーストップって表記されるんじゃないですか。確かに。うん、地雷除去は今。地雷除去は今なんだね。面白い。ほんとだ、ほんとだ。そう、ダンボール。ダンボール。別に短縮されることないでしょうか、ね、今後ね、うん。今後ないだろうけど。今後誰かにつくのかな、まあ、第3弾で重心化する可能性はあるけど。あ、確かにね。確かにな、うん。ダンボールマリアはシュールですね。シュールだね。面白い。つくことないだろうね。オリジナルでね。うんはい、というわけで、まあ、今回作ってまいりましたけども、まあ、こちら、大賞クエストでね、うん、しっかり集めて、曲にすることができますんで、あ、このクエストね、うん、サンクエスト、新クエストですね。これ初回も追加してくれてよかったのにね。そうだね、そっちだったら ね、集めやすかったけど、うん、そう、意外にちゃんとだからこれ調整とかじゃないから、うん、じゃあ俺カムイ、ね、結局2体目で集まったから、うん、そうだね、 2体目作るよって人はね、カムイ両方作ってもいいから、かまあいつもそれはできちゃうんだけどね、結局ね、うん、なんでお忘れなくというところで、ね、しっかり運曲にして作りましょう。現にこう運曲になるって言って、こいつがこういう性能で開花しましたってなってもいらない説ありますけど、欲しいよね。欲しい、ね、でもそれに欲しいですよ、欲しい、うん、新たなネタ枠来たなっていうところです ね。ここもちょっと変わったもんね、責任持つ変わった、うん、変わった、確かに。あの銀玉的に逆だと思ってたら普通にちゃんと意味はあったんですね、うん、まあね、確かに左上に来るぐらいだもんね、こういう風に、ね、そうだね、うん、そうだ、今まで来なかったもんね、こういう風にね、押すもんね、だってなんか変なのあったら、うん、あとなんかこの銀さんも重心化して起きましたっていうのあったよね。この真ん中の今銀さんいるの、今まで寝てたんだよね、うん、前の進化前で、あで重心化強してやっと起きたみたいな。気づかなかった、それ。そう、あ、ほんとそうなんだ。それもなんか言われてたけど、やっぱ来ましたね、すごいこだわりあるね、こだわりが、そう、なんかやっぱあって、うん、はい、なのであそこでも使いました、気づくな、それ、そう、ここでも使いました、うん、ありました、ぜひお願いします。いや、まあでも確かに運曲数がね、はい、1個増えただけでもよかったっすわっていう人は、ね、ちゃんとよくよろしくお願いします。今回もゲーム雑誌の方から見ました。じゃあ、長尾でした。白でした。ご視聴ありがとうございました。